さあどうもこんにちは、ダイダラでーす。うっす、聞いてんだよ。というわけで、今日はね、このクエストとかなんかいっぱいあるので、サブクエストとメインクエストがなんかいっぱいあるみたいですので、ちょっとそれをね、進めていこうかと思います。じゃあ、とりあえず、こっちないよね。じゃあとりあえずまず人に会いに行こうか。うっし。すぐそこだ。会話ですね。会話イベント。こんにちは。疫病神と災難と。わーっとき、あのビーコって商人は役目やめじゃぜ。あのね、前回出てきたやつだよね、ほんと。リザは一体どうする気なんだろうな。リザはいつも問題を一人で抱えすぎるからよ。心配だぜ。俺たちできることねえかな。ミザイと話しみっかな。リザっていつもなんか自分で抱え込んじゃってんだね。でね、俺が助けてやっか。はい、次だ。次も会話イベント進みましょうか。次こっち。よし、さっきいじめた先のね、人に話しかけましょう。空飛ぶの大好き、ダイダラです。よし、解除。おっと、ぴったりと、ぶんね。こんにちは。夜が夜ならの話。はあ、困ったもんじゃ。後から、面倒事が降りかかってくるの。夜が夜ならば、リザ様はこんな苦労せずなどで済んだのに。え、どういうこと？すごい人なの？さあ、なんかもう、ナビセットせずにもね、あの辺にありますね。ちょっと行ってみましょうか。おめえだ、おめえ。誰だ？変なとこにいるな。よし、解除。こんにちは。おっと、危ない。ポケットで大丈夫か？さあ、リザと合成種。リザは、悩み事があると一人で深酒しがちだから心配なのよ。安い合成種なんて体に毒なだけなのにね。ねえ、確かに安い合成種って変なものいっぱい混ざってそう。さあ、リザがなんか苦労してるみたいですね。大変だな。頑張れよ、リザ。俺、お酒飲めんからよくわからんわ。さて、じゃあ、ちょっとね、今からね、サブクエストをやりたいと思います。あそこに見えますね。おいしい。これなんだっけ？なんだこれ？アヒルがおるぞ。うおっと、こんにちは。おお、久しぶりじゃん。よっ。名前忘れちゃった。シシーだったっけ？なにこれ？お人形さん？アンジェ、お前はいいね。白い羽があって。私には何もないよ。特別なものなんてない。弱虫で役立たずで。シシー、人形相手に独り言か。うお、怖いじゃん。お前どうしたんだ？シシ、何やってんの？ね、俺と仲良く遊ぼうぜ。あ、リザから昼小屋の掃除を頼まれてて、って、なんかすげえボソボソ喋ってんの。どうしたおめえ、もっと元気出せよ。わーって。わーってな。手伝おうか？ね、手伝おうで、俺無理すんなよ。大丈夫。一人でやらなくちゃいけないから、この仕事っていう。気にすんなよな、ほんと。うわ、何？うわ、扉開けっぱなしだよ。え、あ、一応逃げた。マジかよ。うわあ、いつ覚えとけよ。捕まえてやろうか。捕まえる。待って。え、あ、落ちた。おい。よし。え、どこ行った？は？で、捕獲すな、アヒルって。よし、捕まえた。タッチすればよかったんだね。危ないよ。落とすなよ。俺がいなかったら、もう大変なことだったぞ、今の。まったく。めっちゃ減ってない、アヒル。待って。え、全部逃げたの？キッドゥーンが飛び出して、私びっくりして、その間にアヒル逃げ。アヒルが天使のお人形を加えていっちゃった。天使のお人形を大事にしてたのに。あ、分かった。アヒルも捕まえてくるし、お人形も探してくる。ここで待ってて。うわ、いいやつすぎるやろ。さあ、逃げたアヒルは、全部で6羽います。集落の中をくまなく探してみましょう。マジか。近くにいるはず。音を聞けってこと？え、全然わかんねえぞ、こんな。嘘やろ。これを見つけろっていうの無理やろ。え？嘘？そう、相当なんか無茶なクエスト渡されたぞこれ。まあ、とりあえず行ってみるか。いろいろと歩いていれば多分見つかると思いますのでね。あ、いましたね、普通に。よし、捕まえた。残り5匹です。なんか聞こえたみたいな、なんかメッセージが出るっぽいですね。だったらこっちちょっと楽勝かな。よし、ちょこちょこ歩いていきましょうか。なんかいろいろとね、歩いていけば、多分見つかると思いますのでね。まあ、こういうところとかね、なんかいそうじゃん。なんか今一瞬見た気がした、こっちに。
気のせい？一方なの。これむずいなあ。あそこいた。よし、じゃあ次ここだ。この辺りいないかな。よし、捕まえた残り4匹。うわ、これ果てしないぞ、マジ。ねえ、大丈夫かな。大体こういうのって目立つところにね、なんかあるんで、イベントとかで。例えば、この、こいつ、風車のところね。こういうところにいたりする、大体。アヒル鳴き声したような。来ましたね、いきなり。いた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 。よし、ゲット。残り3匹。次はどこだろう？ねえ。うわー、これわかんねえなー。こっち行ってみるか。この辺とか？どうだ？あ、なんか聞こえたぞ。上か？おー、いた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 。それは無理でしょう。レッツジャッツ。あー、今普通にいた、普通にいた。これ分かりづらいところな、お前。うわ、すごい、落ちる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 。いた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 。これ分かんねえだろ、マジ。2つ捕まえた、残り1匹。さあ、残りはどこだ？果たして。めっちゃ難しい。こんなとこ絶対気づかんよな、空飛んでないと。さあ、またちょっと上から探してみましょうか。ね。適当に探せば、だん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 こういうゲーム見つかるんだよ。ほら、こういう。これ、リザの家かな。こういうことがいないかな。ここは違うっぽいな。何も出なかったもんね、メッセージが。どこだろう、あと。なんかないかな、いいとこ。向かい上行こうか。パッと見つかればいいんだけどね、ほんと。これがあれかな。よいしょ。なんか。どこだこれ、船あったところ。うおー、すげえ、落ちちゃった。ぶつかっちゃった。痛い。こっち側か。なんだここ。ここ最初なんかシドがいたとこだよね。下とかにもないよね。うわ、難しいなこれ。うわー、上行こう、上行こう。またよし。これなんか人飛んでんね。大丈夫か。こっちとかどうよ。採掘場行くとこだよね、ここって。こことかないかな。いねえな、採掘場にもいねえか。ここ、怪しいと思ったんだけどな。ちょっと登ってみっか。あ、でも違う。採掘場のとこって、これさっきの下のところが、あれを取ったな。全然見つかんないや。獅子には聞いた、なんか分かったりするかな。さあ、残り1匹。ヒントですね。獅子に話を聞けてきましたね。言ってみるか。あと1匹だけ見つかんねえもんな、ほんと。これイベントだったのかな。最後の1匹わかんねえぞ、イベント。どこだ。あと1匹わかんないの。どこ、どの子がどこにいそうなら大体わかるかも。なんでなんで。小鳥と仲良しの子がどこかで鳥かごを見てるかも。小鳥と仲良しの子が鳥かごを見てるってどういうことだよ。鳥鳥鳥ってこれ。え、あ、いた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 。これか。よーし。あ、お前加えてたんか。シシーの天使人形だ。こいつかーよー。さあ、全部捕まえたよ。シシー、感謝しろよ、俺に。見つけたよー。あと、これ。ありがとう、キトゥン。ごめん、それと。いいよ。いつもこうなの。うまくできなくて迷惑かけて。困ってる時に助けが合うのが当たり前だって。アヒルも捕まえたし。人形も取り戻した。もう悩む必要ないよ。めっちゃいいやつやな。その人形大事にしてるんでしょ。見つかってよかった。この人形ね、私がバンガに流れ着いた時持ってたものらしいの。バンガに着く前の記憶はないから、人形だけが私を知ってる気がしてね。そうか。はい、シチ、笑顔、笑顔、笑って笑って。クエストクリアか。うふう、サイドミッション完了。トロフィーもゲット。イエーイ。どや。え、クエストクリアして何もないの？何ももらえないのこれ。うそん。まあいいか。さあ、なんだ？もうクエストないよね。クイックメニュー。目的現在地探す。クイックメニュー、ないなんも。よし、じゃあもう行っちゃいましょうか。クエストですね。ストーリークエスト。
進めていきましょう。グラビティデイズの1が結構短かったからね、やっぱ今回もね、サイドミッション無視していけば意外と短いのかもしれないよね。まあ、重厚なね、アクションゲームと物語がありますので、楽しんでいてください、皆さん。先草声が大きい。今我は、重要な調べを乗せる静かにしてくれ。頭響くんか？それなんかすごい、あのままでしょ、金属値ドーンと稼いで見返してやろうよ。バカ者気楽に言うな。金属地という名はその気があるはずだ。そのような場所に我が民たちを行かせるわけには。おおいう重力使いにお任せあれ。前の町じゃね、ここにいる黒虫なんて比べて、比べ物にならないくらい奴らと戦ってきたんだ。正直今のままじゃ体なまっちゃうよ。それにね、すげえ荒らしやがったぞこいつ。リザは一人で悩みすぎなんだよ、ほら。お前たち、うわ、これ惚れてやるパターン、惚れちゃうパターンやで。エピソード3、審判のテーマ。キドゥン、渦が激しくて近づくのは難しい、いけるか？レノー。レオユ。じゃあ私に任せて。バイバイ。結構なんかやばそうやで、この雰囲気。おお、危ない危ない危ない。おお、すごい重力の嵐やばい。おお、よく全部よくちゃうじゃん。うまいね君ゲーム。さあ、グラビティデイズのね、そういや特典のアニメ見たんですけどね、めっちゃ面白かった。ね、購入した人は多分ね、ついてますので、そちらの方見てみてくださいね。なんかグラビティデイズ1と2のね、間のストーリーの話がね、ちょっとありますので、クロウが可愛かった。クロウが食い地張ってて可愛かったよ。さあ、金属地って言うから危なくて危険な場所と思ったけどね。うわぁ、不思議な場所？いや、のんびりしてる場合じゃない。重力鉱石たくさん持ち帰ろう。確か指導が言ってた。石碑に導きに従いし者大いなる富を得るだけ。よくわかんないけど、探してみようか。導きを探せ。何導きって。あれかな？聞いてみようか。これすごいね。空中をぴょんぴょんしなきゃ絶対いけないとこじゃん。あ、石碑っぽいのある。なんだこれ。うわー、リザが伝承で聞いたって、これかな？なんだこれ。なんか書いてる。選別すれせよ。さすれば道は開かれん。どういうこと？ネビ出てくるのかな？うわ、出てきた。うわ、ネビだ。ネビ普通にやっつけるか。ウィー。よいしょ。ほら、さあ、普通にやっつけちゃったよ。終わり？素早く動く敵の重力キックだ。重力キックはうまくボーンってね、やっつけよう。あ、素早く動く敵は重力するのがいいけど、重力キックでもいいぞってやつね。オッケー。あ、まだ一匹いるんだ。おっと、どこ行った敵。サボテンが今投げられるんだけど。えい、物投げたろ。えい。さあ、やっつけました。石碑聖樹セリ。あ、これで導き、新しい道ができるぞってやつ。おお、て動いて、島も出てきたよ。殲滅せよってネビ頼ますことなんだ。だ、石碑通りにとりあえずガンガンと進めばいいのかな。敵を倒したりなんかするといい感じですってやつね。よし、とりあえず導きに従って進んでいきましょう。次の石碑はこれだね。楽勝でしょう。重力鉱石鉱物を破壊せよ。重力鉱物26個あんの？多すぎやろ。全部壊そうか。でもこうやってね、いっぱい破壊できるのはいいことだよ。結構まだね、序盤だからね、キトゥの必殺技が少ねえから若干ちょっとね、壊すの大変なんですけど。下っ側とか敵なんかおるで、あそこに。とりあえず蹴るか。えいや。おお、おお、おお、ちょ待って。おお、これこれ、よし。敵があそこにネビーがいるけどね、まあ、それは後でやっつけよう。えいや、えいや、よしよしよし、えいや。重量キックで壊した方が早いなこれ。よし。あ、全部壊したかな。またこいつネビー出てきすぎだって。ネビーもやっつけながらやっていくか。よし、あ、壊せない。よし。
うわ、なんか上から攻撃してくるな、あのネビ。痛い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 。あいつ覚えとけよ、マジで。許さねえ。おら。おら。よし。まだもう一匹おんな、ネビ。よし。おら、くらえや。オッケー、3000秒やってきたかな。お、空中に発見したね、ラッキー。よし。さ、まだあとね、5つぐらいありますので、回収しちゃいましょう。ちょっと体力も回復しとこうか、せっかくだし。取れねえし。さ、残り5つって多分これかな。よっしゃ。破壊せよ。破壊せよ。うお、落ちる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 。下苦しい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 。何苦しい。うお、下なんか、息苦しいのかな。危なかった。この霧みたいなもんは近寄らない方がいいねって。あ、オッケーオッケー。ニヤニヤ言ってるし、危ないもんや、多分。ダスティが危ないって言ったら危ないからな、絶対。よし、さ、全部破壊完了。成就せり。さあ、次、こっちか。おー。手の導き。この光のね、よくわかんねえ後に従っていきましょう。次、あの島に行けってことかな？行っちゃおうぜ。途中でお花がね、咲いてたりして、なんかメルヘンな感じしてますよね。まあ、メルヘンだけで結構めんどくさそうですね。さあ次なんだこれ、サボテンがすげえあるからネビー倒せる系かな今回は。うっすー。浮遊せし力に頼らず殲滅せよ。これ重力使うなってことか。ってことは重力スローかな。うっし。じゃあ重力スローで敵やっつけましょう。こうやってね、物投げるで、物投げてやっつけるタイプですね。うっし。かぼちゃ投げ、かぼちゃじゃない、サボテン投げ祭りですね。また、まあ、なんかぶつけたらいいやっていう。よし。貴様、ほら。だいたい2発かな、でっかいの。次どこだ？なにこれ。重力グラブを してないときに、丸ボタンを長押しすると、SP を表示して、ペネトレイトスドーになります。あら。ちょっとやってみようか、これ。長押しして、これでいいのかな？え？違う？ん？今できたの？今。確かに1個でなんかすごいことになったけど。おお、投げていった。飛んでいっちゃった。え？成就せり。今のちょっと、いまいち分かんなかったけど、大丈夫なのかな？やり方合ってたの？はあ。で、投げたらいいんだね、これ。A ボタン投げ合わせて投げたら、多分、すごい力で飛んでいくよってことか。オッケーオッケー。よし、じゃあちょっとまた行きましょうか、あっち側へ。次の光の元へ。徐々にね、重力のなんだっけ、ジムみたいなやつが、かなり溜まってますのでね。いい感じですよね。さあ、次こちらですね。石碑発見。セーブされたね、今なんか。なんかあるかな、ここでまた。殲滅せよ。毒の霧に用心せよ。え？またこういうタイプ？よし。えい。え、霧さっきより上がってきてるって。口叩かなあかんのかな、もしかして。おお。今度は霧が薄くなったような。なんか、バランスがある感じ？よし。とりあえず、こいつやっつけちゃおう。よし。こいつはね、めんどくさいね。よっしゃ。うわ、あ、苦しい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 。とりあえず物投げてやっつけようか、あいつは。ほら。で、おー、あとどこだ？ほら。まだいる？敵。あそこにいた。蹴りに行こうぜ。ほら。よし。まだいる？まだこっちの方にいるな。うわぁ、下にいるなあれ。ちょっと待って、あれは物ぶつけてやっつけよう。よっしゃ。ね、危ないからね、下行くの。ほら。ほら。よし、オッケー。さあ、あと一匹は？おぉ、でかいのがやってきた。うぅ。じゃあこれ使って、ほら！なんかこれ SP 使った技です。おいちょ！
ほら、SP 使って、左の赤いゲージ見たら分かると思うんですが、あれがすごい減ってる。おった、OK。ほら、暗い。よし。いい感じだね。ブチいっちゃおうか。よし。さあ、最後の一発は背中か。蹴ってやろうか。おっしゃー。さあ、必殺技される前にやっつけたかな、これで。まだ生きてんの？なんで生きてんの、お前。まだあった体力なんか。おっと。体力回復取って。あ、てか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 。どうだ？やっつけた？やっつけた。よしよしよし、危ねえ。遠距離からね、これ投げるとすごい楽だね。おーおー、壊しちゃう、壊しちゃう。スキルレベル上げるぞ、スキルレベル上げるぞ。グラビティレンズって最終的にはね、この重力の、このジェムっていうのかな。結構余ったりするんですよ。ですけどね。よいしょ。それにしても、やっぱ道中集めて進んでいくと終盤にようやく余りそうになるって感じですのでね。しっかりと集めていきましょう。さあ次はこの光の渦の、ね、こちらですね。さあ到着でーす。ふぅー。オッケー。我に七つの棘を捧げよう。え、これって、これぶつけないんじゃねえ？ほら。1、2、ないのもう。敵いっぱいおんだよ。痛いよ、君。トゲ探せってことか、これ。ちょっとだるいな。ちょっとこれ壊そう。よし。早くアクションいっぱい覚えてんな、なんか。重力スライディング、なんだっけ、スライディングみたいな技しながら、キックみたいな技とか。おっと、敵おるやん、下に。やっつけとこうか、せっかくやし。いいや。さあちょっと上登っていきまーす。うわぁ、敵めっちゃおるなぁ。サボテン結構あるからサボテン拾って帰ろうか、これで。じゃあ、入りまーす。え、どこ出した？ここか？よし。1、2、あ！さっき倒したよ。ちょっと待って、お前。え、いくらでも出てくるタイプって、そういうこと？ちょっとだるいやつじゃん。うわ、これ上の敵、ちょっと待って、全部やっつけておかないと。結構めんどくせえやつかもしんねえ。だけど、倒す方が俺めんどくせえから、このまま横着しようと思います。よし。あ、ちょ、一発失敗したな、今。うわー、だるいなぁ。よっしゃ。重力集めて、また降りる。この繰り返しだね、さっきから。よし。で、敵だけやっつけとくか。よいしょ。こいつもやっつけとこう。うわ、ぶね。あ、壊された、今。うぜえ。あ、ちょっと待って、両方とも壊された、今。マジか。あ、行くか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 。うわ、壊れた、しかも。うわ、これクソだり。敵の攻撃でさ、潰されることもあるんだね、これ。じゃ、これやっつけなきゃいけないよね、ちゃんと。うわ、相当めんどくせえやつだ、これ。覚えとけよ、おめえら。おめえら覚えとけよ、ほんと。連れていくわ、俺は。よし。で、もう一丁。オッケー。うわー、なんかでっかいの出てきたんじゃねえ、これ。ちょ、待って、最後の1個だよ、あと。あと1個だよ。なんでそんなめんどくさいことしてくんの？でも、ゴリ押しできる気がするね、最後の1個ぐらい。おいし。あら、よっしゃ、達成。あぶねえ。成就せり。敵は？わ、いなくなった、全部ざま見ろ。よし、じゃあ次のとこ行きましょうか。次はあちら側だな。飛んでいくぜ。よし、スピードアップ。ふう。やっぱ内容が濃くてね、いいね、ここも。よし。じゃあなんだ、俺。瞬く間に殲滅せよ。え、なに、とっておきのあれって何？フェイタルムーブしかわかんねえよ。スペシャルアタックインゲージだで。インゲーター。え、インジゲーター。スペシャルポイントが点灯します。三角ボタンを押すとスクラッチトルネード。あ、ね、スクラッチトルネードが最強やからな、スクラッチは。いくぜ。うお
おお、もう一丁もう一丁、あと時間5秒しかない。あと1匹どこ、あと1匹どこ、終わった？なんか出てきたよ。もう時間ないんだ、あと5秒しか。あ、時間増えた、ヤッキー。ほら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 、すごい、何が起こってるか分かんねえ。よし、雑魚すぎ、大したことないよね。まだチュートリアルか、ここ。ジョージセリー。さあ、お、ラッキー、スペシャルのゲージもらった。またじゃ行っちゃおうか、次の場所へ。もうこれで多分ね、おそらくほぼラストだと思います。必殺技も使ったから、ね、次ボス倒せとかそんな感じでしょ、おそらく。行ってみるか。下を見よ。え、は？は？え？あ、これで？うわ、これ壊せってことか。きっつ。え、あ、どこにあるとか教えてくんないの、これ、しかも。は？きつ。よし。お！投げても壊せる。あとどこ、あとどこ、結構あるな。しかもでっかいのは投げて壊そう。ない、壊す、ない、何もない。まだある、まだある、まだあるな。なんか横にもあるし。おっと、今の壊したね。うう、また沈んだ。よし、これも壊して、蹴って壊して、30個、あ、でも、30個以上あるんだ、これ。よしよし。あ、ちょっと待って、これ。投げて壊した方が早い。できるものは投げて壊そう。あと3つ。よし。よし。最後に行こう。よっしゃ、ジョージュ・セリー。意外と簡単だった。ジョージュ・セリー。さあ行きましょうか。どんどん先へ。次どっち？こっち？下の方？お、あの辺ですね。結構遠いな。さあもうこれ重力解除して落ちていきましょう。お、結構ずれてた。はい、石板でございます。何これ？地を、はい、駆け抜けよ。え、力が使えないぜ。あ、出た、重力スライダー。これ好きなんだよね、ほんと。地面や壁に取ってる状態で L2 を押し続けると、あ、使い方変わってる。で、L2 を使い、押し続けて重力スライドでーすっていうことだね。OK です。重力中、スライド中も、なんか、エナジーを消費しまーすってことだね。うーし、これ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 。いや、この滑るやつ。ウィートゥ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 ー。よし。こういうやつで、うお、超動く、超動く。よっしゃー、いい感じ。とりあえずこのね、重力のこいつを回収しながら、ね、青いやつもね、回収しながらじっくりと進んでいきましょう。敵も地味に出てくるな、ここ。おお、こう揺れる揺れる揺れる。うお、地震じゃ。よし、敵は無視しまーす。攻撃できないね、なんか今。さあもうゴールが近づいてきましたね。よいしょ。あ、ちょっとですね、で順調に溜まったな。でも金属値って割にはでもそんなにあのゲットできへんかった印象やけどな。なんかアイテム、おっと、敵は無視しまーす。お疲れでーす。まだなんか1個1しかねえからな。1個なんか50とか25とかさ、入るやつがねあればいいんですけど。もう邪魔ですよ。もうサッカーボールだ、これ。いった、よし。う、え、あぶねー、避けて。うお、敵さんこんにちは。さあもうゴールですか、ここで。よし、到着。さあここは金属地のゴールですかね。まだ、え、なんだこれ。うわー、なんかいい感じ。力が戻った。これなら次の島へ行ける。意外と試練長いよね、これ。どこまで俺は試練にしなあかんねん。
おら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 、うお、落ちちゃったぜ。いや、このまま行っちゃおう、すぐしまい。あそこか、キックで行こう。キックが早いぞ、マジ。うー、鉱物がいっぱい。金属ってすごいわ。なにこれ、すっごい大きい鉄。壊しちゃう。あ、なに、え、動き出したで。ちょ、やめてやめてやめて。うわうわうわ、キモい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 、なにこいつ。でっけえなー。鉱物のふりしてたってこと。うわー、これジェム回収しようかな、先。ジェムすげえある。ジェム欲しい。いや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 、ジェム、今ジェムが集めてるから待って。今待って、忙しいの俺、邪魔しないで。よし。でも敵が なんかうざいな、あいつ。あいつうざいなって、なんか失礼だな俺。失礼でもないか。よいしょ。みんな思うよね、あいつうざいなって。よし、ちょっと一発ぐらい当ててやるか。ほら、全然効いてない気する、あいつ。あ、ちょっと減ったダメージ。よし、これでなんか敵の攻撃飛んでこないこと祈るしかないよな、ほんと今のうち。でもね、俺多分このゲームをプレイしたプレイヤーのほとんどは今ジェム集めてると思うんだよね。いや、集めるでしょ、ゲームやってる上で。こんなにも集めてくれって言ってんだったら、とりあえず敵に攻撃もしとこう。ちょこちょこ、ほら、ちょっと聞いてんじゃん、ほら、なんか竜巻、鎌投げてきたね、あいつ。よいしょ。なんか竜巻巻いてるあいつ、なんだあれ。おー、よくわかんねえけど、当たらなかった。よし。忙しいから邪魔しないで。よっしゃ。さ、もういいかな、そろそろさすがに。あとこれで終わりか。よし。はい、全部集めて終わった。さあ、あとぶつけましょう、適当に。えい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 。見て見て、みんな、徐々に減ってる体力、あいつ。えい。えい。えい。頭かな、次。えい。えい。えい。おー、ちょっと食らったかな、今。どこが弱点？頭だよね。終わった？あ、終わりた。もう終わり？どこ、腹？あ、なんか出てきた弱点、また。あれで終わりかな、じゃあ。痛い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 。その竜巻だけ強いな、意外と。どこ痛い、あいつ。痛い痛い。さあ、また当てちゃおう。よし。あ、なんか体力回復と。はい、投げるもんがない。投げ尽くしちゃったか。大丈夫だ。よし。さあ、え、いいのこの倒し方で。頭にあいつに投げてるだけだよ、ひたすら破片を。よいしょ。さあ、これで終わりかな。フェイタルムーブ。行きましょう。いつもの。かましてやれ。ヒデン。くらえ。ふぅー、爆散。いいね。これ金属地。お？すごい量持ってきたの？異常なし、納品に不備ありません。よく見たんだろうな、なんかとお前責任取れんだろうな。間違いありません。不備がないどころか純度も高い最高級の鉱石です。はい、サインいただけますか、ビコさん。バコさん、ボコさんだ。全然名前さん間違いすぎだろ俺。煽りすぎたく。たくお前ら一体どんなこんなで。それは秘密。書いていたね。ざま見ろ。さて、ちょびひげ野郎も帰ったことですし。うわ、すごい。まだまだいっぱいあるから遊んでくださるわ。え、あの二人が兄弟、悲しくなるぐらい似てないな。つながりはないからな。何の話してるの？誰と誰が兄弟？激しい重力嵐のその先、金属地と呼ばれるその空間は奇妙な異次元空間だった。
想像ができぬね、様々な奇跡が眠る場で素晴らしい成果を上げ帰還した私は、まさか母語がさらなる名題を持ちかけている日が来ると思いもよらず、採掘の成果に喜びの声を上げたのだった。また母語なんか言ってくるの、ぶっ飛ばすあいつ、あいらいらするぜ。ねえ、契約不履行でもっと絞り取ってやるつもりだったのよ。馬も文字だけでは動きませぬ。これ以上は逆効果と思われます。なんか匂うんだよな、心当たりねえか。なんか匂うって、さあ、うわ、重力エナジーと最大値ゲットしたぜ。タリスマンをゲットしたな、それ。え、なにタリスマンって、これ、ほら、体力ゲージが増える。ああ、装備システムみたいなのが出たんだ今回から。へえ、タリスマンです。能力アップできまーす。3種類のスロットの形状でなんか好きなものを付け外しできるよっていう。トレジャーハンニングとかなんかいろんなものから取ることができまーすです。ミザイに話しかけて採掘場に向かうことができまーすって。あ、ね。あ、採掘、タリスマン装備して強くなったんだ、これで。やりー。うっしー。さあ、じゃあ皆さん今日はこれで終わりにしましょうか。お疲れでーす。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。